はい、どうも皆さん、こんにちは。今日撮る企画は、これ、ブルダックのポッククミョン。これをアレンジして食べてみたいと思います。これ、激辛で結構食えない人がいると思うんで、これをもう適当に自分なりにアレンジして食べていきます。まあ、そのアレンジとしては、卵をふわふわに上にして食べてみようと思います。じゃあ、行ってみます。はい、まず、ブルダックのポッククミョン、これを開けて、で、この真ん中の変なやつ。火薬とソースを取り出して、いつも通りこれ、お湯を入れます。お湯を、まあ、1000ぐらいまで入れたら、このお湯の上に、この今、この湯切りをする前のラーメンの中に卵ぶち込みます。はい、まあ、ちょっと多めに入れてる、このお湯をちょっと多めに入れてるブルダックのポックミョンに卵を、はい、落としていきます。はい。で、このままだと、やばい、卵は。はい、まあこんな感じ。ちょっと待って、見えるかな。はい、卵ここにあるんですけど、この卵溶きます。卵溶きますね。卵溶きました。これが時間経ったら多分ふやふやになると思うんで待ってみます。はい、なんかまあ3分ぐらい待ったらこんななってて、まあどうなんだろう。まあ一回湯切りしてきます。はい、湯切ってきました。なんとハプニングが発生して、湯切ってる途中に、このブルダックンポックンミョン食べたことある人、わかると思うんですけど、湯切り穴をセルフでしないといけないんですよ。自分でボツ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 。それもうわかんないけど、箸で思いっきりやってたら穴がでかすぎて、その穴から卵が全員逃げていきました。ドロロロロロって。はい。なんでまぁこんな感じ。本当に卵がない。ちょっと上に一個ちょっとあるけど。はい。で、これはまぁ自分の責任なんで、俺が一番嫌いな、早食いの企画に切り替えます。これを早食いする動画撮るんで、ちょっとみんな、ちゃんと最後まで見てください。お願いします。よし、早食いしますよ。もうそれしかない。それしないと動画が落ちんってことで、じゃあ頑張っていきます。はい、じゃあこれをぶちかけていきます。はい、まあ開けます。でこれをまあちゃんと、おお、はい、はい、まあ全てね入れて、どんぐらいで食ったら早いんかな。せっかくならタイム測った方がいいと思う。はい、またよし。はい、アイモンセブンで2パー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 、アイモンセブンで119する。辛すぎて俺結局しゃがらない。辛いのマジ苦手でしょ。本当に辛いんだけど、どうなの。これ食ったことある人いますか。食ったことなくてちょっとわかんないんですよ、どんぐらい辛いのかとか。だから俺日頃辛いの全然食わない人なんで、ちょっとどうなんかなと思って。はい、まあこれもなんか変なやつも入れました。これは多分何も関係ないやつ、辛さは多分ただの海苔なんで。はい、まあこんな感じ。まあ頭あるそうですよね。わっ、確かに辛いの苦手な俺からしたら匂いがきつい。てか今夜ご飯食べたんでね、一応言うけど。一応言うけど今夜ご飯食べたばっかだからね。それを理由、まあそれがあるから食い切るかわからんわ。はい、混ぜ終わりました。トップウォッチでいいのかな。じゃあ測っていきますわ。これいけるかな。はい、じゃあ食べます。よーい、おーおー、よーい、スタート。はい、thank you.
はい、ごちそうさま。おっそ、1分40秒か。なんかもう、なんだっけ、卵をあのぷよぷよにしたくて5分ぐらい待ったっていうのもあって、麺がめっちゃぶよぶよだったっていうのは敗因。これをもうちょっと1分とか、待つのを1分とかにしたらもうちょっと早くいけるかもしれない。でも1分40ってどうなんだろう、遅いよね。早い人これ一口でいきそうだし、辛さで言うと、ちょっと辛い、ちょっと辛いかな。ごめんなさい、全然面白くない動画なんですけど、まあまあ美味しいんで、これみんな買ってみて。ビレッジヴァンガードに売ってありました。はい、これみんな食べてみてね、美味しいよ。じゃあねー。